アナは毎日エルサを遊びさせるんですが、返事はありません。
館長によって亡くなってしまいます。悲しみに暮れる女は A さんの部屋の前でそばにいれば支えられると語りかけるのです。帰ろうとしていましたが、王国の異変に気づき
の妹アナが、あなたはエルサです。あなたの妹、理解力ないな。あなたの妹、あ、聞いてなかったの？何を聞いてるの？アナです。またつけたでしょ、今。今またつけたでしょ。ごめんなさい。アナが死んだ。君のせいだ。違う。そういう感情じゃないでしょ。それどういう状況それ。行ってらっしゃい。